この会社では5年前から植物を原料とするバイオマスプラスチックの研究を重ね、特に廃材をリサイクルする独自の技術を開発しています。捨てられていたような材料を使ってなんとかプラスチックができないかっていうのが開発のテーマでしたね。そこに愛媛飲料の越智さんが訪ねてきました。みかんの搾りかすからどうやってプラスチックを作るのか、その目で見たいと思ったのです。すでにみかんの搾りかすは届いていました。これいただいた乾燥させたみかんですね、はい、試作開始。入れるのはみかんの搾りかす、それとポリ袋の原料となるポリプロピレン、そして画期的なのがこの機械です。通常2つの素材は結合しませんが、機械の中を高温高圧にすることによって混ざり合い、新たなバイオマスプラスチックに生まれ変わるのです。型を使った試作品ができたようです。それはカブトムシの模型。これがみかんの乾燥火で火で作った、はい、いわゆるプラスチックですね。まだ熱いですね。そうですね、匂いもみかんの匂いがすると思うんですが。そうですね、はいはい。みかんの搾りかすからプラスチックを作ろうと試行錯誤していました。そしてようやく出来上がりました。それがこの建材です。愛媛県西条市にある青木さんのお宅。どうもお世話になります。工務店の吉村さんが売り込みにやってきました。こちらのデッキなんですけどね、はい、だいたいいつぐらいに施工はされたんですか？ちょうど7年目くらいになります。なるほどなるほど。こう釘とかも木ですからね、どうしても傷んでしまって、はい、そうですね。で足いけつまげたりとかするもんですから、はい。でちょうど今回ご紹介させていただいたね、はい、バイオプラスチックっていう素材が木の質感をこう残しながら再生利用をしたですね、はい、部材になるんです。ウッドデッキのリフォームにあのプラスチックを使ってもらえることになりました。1週間後、みかんの搾りかすから作ったプラスチックの建材が運ばれてきました。一見したところ木と見分けがつきません。木と同じように切ることができます。クズも木とそっくりです。失礼いたします。我々としても初めてのみかんを使った製品なもんですから、はい、製品の仕上がりがどうかなと思って少し気になってたんですけど。そうですか、はい、はい、昨日の夕方お客さんの声を直に聞きたいとやってきたのです。見せていただいてたんですけど。そうですね、これ色も自然だし、はい、すごく気に入ってます。ウッドデッキが完成しました。綺麗ですね。綺麗にできたね。これは足元も気持ちがいいや、ね、うん、気持ちいいですね、うん。